ちょっと今日はノンアルなんですけど、この、怪しいノンアルからいただきたいと思います。ちょっと明日検診なんで、ちょっと日よって今日はノンアルですね。はい。さすがの、ボーママのチキンなんでちょっと。日よってノンアルに乾杯ということで、お疲れ様でした。初めて飲みますね、これ。なんかすげえアラビア語で書いてますね。輸出用、英語、アラビア語缶って書いてますね。名前がこれ、忍者って読むんですかね。忍者ラガーですかね。ノンアルコール。忍者ラガー。イェーイ。でででで日本、忍ぶって書いてますね。忍びの。でも、まずまず。ちょっと、このアラビア語はちょっと激しいあたりですけど、バクがロースト、バクがホップですね。バクガとロースト、バクガとホップ、あら、いい感じですね。まずまずの味ということで、ちょっとビールに比べたらですけども、健康第一ということで、無駄に引っかかって、お酒やめてくださいとかって言われたくないんで、まず弁当、これ 30% 引きでひじきご飯の弁当なんですけど、これいただきたいと思います。ちょっと具沢山ですね、これ。ででってでーん。はーい。いただきまーす。まずちょっとおでんくんからいただきますかね、これ。ちくわのおでんから。いただきます。うまっ。からのひじきご飯ですね。具沢山入ってますね、これ。糸こんに。なんすか、これ。ひじきにシナチクみたいなのも入ってますね。タケノコっすかね、これ。人参ね。あとこれ白菜と豚肉なんですけど、ただの出汁で茹でただけですね、これ。真っ白で何のこっちゃわかんないですけど。こちらもちょっといただきます。これも3日目ぐらいですね、もう。なんか謎にゆずぽんが家に2本あったんですよ、なのでちょっとこれ多分買ったの家にあるの忘れて買ったんでしょうね。ちょっとこのゆずぽんさんの消費のあれも兼ねて、ちょっとちょっと白菜と豚肉茹でましたね。白菜さんから、あら、お湯気がすごいですね、お湯気が。ゆずぽん最強伝説ですね、これ。じゃあ豚肉さんも一緒にいただきます。最高。素敵なベイビーですね。うまっ。これかわいい、かわいい大根ちゃんですね。たぶん大根の端の方ですね、たぶん尻尾の方の。うまっ。ちょっとしば漬けもなんか久しぶりに食べるんですけど、このしば漬けちゃんもオンザしていただきますね、これ。イエーイ、テンション上がるぜ。ひじきご飯、これ多分もち米入ってますね。もちもちしてて美味しいですね。300円ですね、30% オフで。やっぱ遅い時間は激アツですね。龍馬18なんで、なんとかノンアルにちょっと味似てますね。やっぱりこの輸入通貨の外国から来るやつってやっぱり美味しいですね。美味しいとか飲みやすいですね。さすがって感じなんですけど。あとこれなんかわかんないですけど食べますね、これ。なんかの天ぷらっすね、これ。いただきます。あ、これはまさかの、これはまさかの豆腐ですかね。
ちょっとぐちゃってなりましたけど、豆腐の天ぷらですね。うん。うん。タレが美味しいですね、タレが。からのゆで卵。あ、茶色くなってこれ。煮卵ですね。味ついてて、ま、染み込む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 。今日私、朝も昼間の卵サンド食べた、あの、卵だからもう、4.5個摂取してますね、今日。朝も、昼もあの、卵サンドだったんで、あの、自家製の。1日で4点、コレステロール取りすぎですね、ちょっと。あれ、卵ってコレステロールでしたっけ、何でしたっけ。いやちょっと明日それに引っかからないことを祈るって感じで。あのもう切らずに入れたんでもうビッグですね、この豚肉伯爵もちょっとビッグになっちゃってこれ。今日あのおでんの作り方聞い、私家でおでん作った時ないんですよね。先輩にあのおでんの作り方聞いたら簡単だよって言ってはりましたね。なんかもう具材自体でもうおでんの具からいろんな出汁が出るから、なんか旨味っていうか味付けほんとシンプルっつうか、あのでも昆布でなんか出汁は一応取るとかっつってましたけどね。ちょっと今度はあの自家製初おでん作りにチャレンジしたやつですけど、これコロッケですね。いただきます。ちょっと固めですねこれ。コロッケも久しぶりに食べましたね。あのモノマネ芸人さんなのコロッケのあの倍速モノマネやばいっすよね、あれ、あの3倍速5倍速の8倍速みたいな、あのスローモーションバージョンもありましたっけ、あのモノマネのあの早送りバージョン激アツですよね。天才やと思って、コロッケさん天才っすよね。チョイスがすごいですもんね、あそこ真似るかみたいな感じの着眼点数がやっぱさすがですよね。いや唐揚げちゃんですね。こうなんか1個入ってるだけでも嬉しいですね。テンション上がりますね。一粒の幸せ的な感じで。染み豆腐って言うんですか、これ高野豆腐。なんかすごい家であの作んないおかずだらけですねこれ。しみるんま、しみるぜ。やめられない、止まらない。へっちきご飯。ちょっとこれ、ご存知の方いますかね。お教訓カレンダー。なんか、もう10年以上開かずの間になってたとこの、職場のあの生徒んつがの掃除をしてたらちょっと出てきたあの遺品なんですけど、これの遺品整理をしてた時にあの2001年お教訓カレンダー三日坊主めくりって書いてますね、これこれちょっとなんかあの三日坊主のこれなんかちょっとパラパラって言ったらなんか面白いのがちょこちょこ書いてたんですよね。2001年なんで何年前ですかね、2019だから18年前ですか。もう10年以上その開かずの間のとこをあれして出てきたあれなんです。で、1月のちなみに今23なんですよ。
で、ちなみに2001年1月の23はと最後の日本狼射殺って書いてますね、これ。なんかこう1905年に最後の日本狼が射殺された日だそうです。人生にはうーふんがあるとあのアキラ S さんが喋ってますね、こう。ちょっとこれ通り過ぎた過ぎ去り日のやつ見てみますか。これちょっと見にくいのでどいてくれますって。これちょっとあれですね、1月の19から21更新ができるラーメン屋さんとか、なんかこうちょっと意味不明な踏まれたままの姿とか、こういろいろ文字見えますかね、ちょっとちっちゃいかな。これすごいですね、カローキティなんか優秀賞もらってますね、これちょっと。小松明弘さん、中田ローマ遺跡決定、イタリア文化庁、初心忘れべからずの、もう明日ですね、初心じゃないですけど、初心の心がちょっと変わってますね、これちょっと。走れトロイカ、なんか妻には何不自由のない生活をさせてきました。あ、何に不自由のない、あら、これがちょっと指紋入ってるんですかね、これちょっとわかんないですけど、あのカタカナで書かれてますけど、男性用と女性にかかる、社長今月ちょっと前張りしたいんですけど、あんなにいい人は当分出ないでしょう。あ、当分の当分がちょっとこういう、まあ、ちょっと親父ギャグにもならないような、あのちょっとあの脳みそをあの逆回転とか、なんかちょっとあれしないとわからないような、あのお清くんから、ちょっとこれからちょいちょいちょっとこれあのその日のあれ読んでいきたいと思います。うまっ。という感じで飲んで食べていきたいと思います、ゆっくり。ではまた。